高島彩さん、お元気ですか？漫才を作らせていただきました。こんにちは。2月18日第1回札幌雪まつりが開催された日ですね。今日は高島彩さんの誕生日です。彩パン、今もずっと好きですね。私は、アラパンが好き。アラパン、アラエさん、バナナパンも好きやね。あのパンやっぱ、それアラ、アヤパンいう電池オフのパン屋さんや、それ、まあ、あいやあいやないわ、アナウンサーの、アヤパンさんの話してください。2011年にフリーになりました。なんでそこから始めんの、もうフジテレビの時から始めてください。フジテレビで、ゆずと結婚めちゃくちゃやもん。お母ちゃんと整理してからちょっと言ってくださいね。私もビオレを愛用しています。それ CM や、本職のアナウンサーの話でお願いします。そういえば浜田雅俊さんが言ってました、思い出した。 なんかちょっと怖そうやな、それちょっと怖い話そうやな。高島彩こいつ、俺見てみな、もうやっぱ漫才ちょっと赤いようになってしまう。ほんますごいやっちゃなと言って、褒めてたんやね、これ。 そっちを先に言うてくださいね、ほんま。もうめっちゃ褒めてはりました。歴代女子アナでナンバーワン、まあね、ほんまに目覚ましテレビの視聴率すごかったですからね。ベストマザー賞、お母さんになってからさらに綺麗に、びっくりしますわ。ビッグ稽古賞、ビッグ、それ何の賞ですか？ビッグ、私が作った賞よ。知らんやな、勝手に作らんといてください、そんなもん。受賞式は来月の3月3日です。決まるわけないわ、もうええわ。ありがとうございます。